されているということで、今日はですね、まあ、ユーザー代表の皆さん、なかなかない機会ですが、生実況を赤平さんにお願いし、生実況付きでレースを行っていただこうと思います。赤平さん、はい、後ろから実況でお伝えしていきたいと思います。普段は脇坂選手、サーキットリアルでは本当に強いところを見てるんですが、ゲームではどうなのかというところ非常に注目したいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちなみにですね、モニターをここで説明させてください。まずは私がいますこのユーザーの上にはユーザーの顔が映るモニター、そしてその横ですね、その横にユーザー代表の皆さんのレースの画面が映し出されます。対しまして脇坂さんの頭上には脇坂さんが映っている顔のアングルのカメラ、そしてその横に脇坂さんのレースの画面が出てきます。まあ、中央のモニターは随時変わっていきます。それでは準備も OK ですね。さあ第一戦ですね、どうなるんでしょうかね。サーキットはね、ホームなんですけど、なんかものすごくアウェー感感じるのは気のせいですかね。気のせい、ね、やはりバーチャルの世界は若干アウェーなんですかね。脇坂淳一が勝つと思う人。おーっと、もう一回、脇坂淳一が勝つと思う人。おーいえー、皆さん、これがプロのドライバーの走りだ。しっかりと見てください。 M1 プレイニューコンラストステージ、リアルドライバー VS ゲームドライバーマジバトルのスタート。第1戦は予選第3位ライオンハートさん VS 脇坂淳一さん。それでは実況の赤平さん、お願いします。はい、それではお伝えしてまいります。幕張に設けられました特別サーキットで行われていきます、脇坂淳一 VS 第1戦はライオンハート予選3位の選手です。さあ両者ともにもう体勢は整ったようなので、早速参りたいと思います。それではバトルスタートです。行くよ。鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキット、今モニターのセンターに00という表示があります。ほらほらほら、これが時計になっております。この時計を皆さんご覧いただいていきたいと思います。おっと、脇坂が早くもちょっとコート外れていますが、計測前ですから。さあそれではスタート、まずはユーザーのライオンハートがスタートしそうです。ライオンハートがスタートしていきました。タイムアタックスタート、そして脇坂も間もなくスタートしようとしています。ただこの車敵の子みたいです。もライオンハートの方が非常にいいスタートを切りました。そして脇坂の方なんですけれども、ちょっとまだいまいちのスタートになっているようです。いまいちのスタートになっているようです。さてさて、ちょっと脇坂の方が今タイムが出ていませんけれども、ちょっと目視で行くところで、あーっとユーザーがコースを外れている、ユーザーがコースを外れている。脇坂の方がちょっとタイムが出ていませんね。脇坂の方タイムは出ていません。ユーザーの方のでは今現在弾力コーナーに立ちかかろうとしています。ということはほぼ同じ、ほぼ同じ、今両者ほぼ同じの場所、両者ほぼ同じの場所です。タイムアタック同時に行っております。ワンラップマッチとなっております。今両者ほぼ同じ場所を走っております。そしてここから先スプーンコーナーに入っていきます。ほぼ同じ場所か、これは。いや、デグナーか、まずはデグナーです。デグナー、デグナー、デグナー入りました。デグナー入りました。この後ヘアピンです。脇田が得意のヘアピンに向かっていきます。しっかりと減速したい、しっかりと減速したい。ほぼ同時だ、これはほぼ同時だ。脇田がしっかり減速、脇田がしっかり減速。さあそしてこの後にスプーンが待っています。この後スプーンが待っています。西コース、西コース、脇田が11 VS ライオンハート、なんとなんとほぼ互角、なんとほぼ互角で分コーナーに両者同時に進入していきました。脇坂がインからアウトへ、インからアウトへ、そしてユーザーはインにべったりと張り付いている。ユーザーはインにべったり、ライオンハート、そして脇坂淳一同時に西コース、西コースのストレートに入りました。この後は度胸ダメージの 130R、 みんな見てるぞ、度胸ダメージの 130R、 みんな見てるぞ。脇坂淳一はここをブレーキングどの程度でクリアしていくか。ほぼ同時です、ほぼ同時。脇坂 130R を思いっきり加速していきました。さあそしてこの後のスピン、わずかに、わずかにライオンハートが先か、ライオンハートが先か、いや脇坂の方が前かどうか。結構これはいい勝負になりました、いい勝負になりました。脇坂かそれともライオンハートか、ほぼ同時にこれはフィニッシュラインを通過しそうです。さあここでタイムが出ました。ライオンハートは2分7秒02。しかし脇坂の方がちょっとタイムが出ていません。脇坂の方はちょっとタイムが出ていません。2分4秒だということです。ということでバトルは勝ったのは脇坂淳一ということになりました。はい、ということで大きな拍手を。
ッシャー、よかった。ちょっとドキドキしました、脇坂さん。これね、なんすか、あのみんなスーパー GT なの。僕普段がね、普段レースに出てる車と普段レースに出てるサーキットなの。はいはい。ここで負けるわけにはいかないよ。ですよね。ただね、ライバルのね、普段ライバルの車なの。はいはい。ただね、今回勉強できたのはね、ホンダの HSV はこういう動きしてんのね。はあ、これで、そうやってちょっと吸収しちゃいましたね。次のレースをやっつけたいと思います。はい、見事勝利です。それでは戦ってくれましたライオンハートさん、いかがでしたか。やっぱ人前で走るの初めてだったのでちょっと緊張しました。いけそうだったんですけどね、途中までちょっとミスしちゃいました。いやでも素晴らしい走りでした。ありがとうございました。拍手お願いします。それでは変わりまして、今度は予選2位16歳ですね、どれだけ年が離れてんだっていう話ですね、GT 歴1年ちょいのジュリア君に、戦ってもらいたいと思います。スタンバイをお願いします。脇坂さん、意気込みは。意気込みですか。意気込み、若いですね。無限の可能性持ってますね。ジュリア君、ジュリア君、ちょっといい、いっぱいの人見てはるわ、いっぱい。ジュリア君ちょっと立ってもらっていいですか。今脇坂さんが何か君に言いたいことがあるようですよ。何ですか、もう一回お願いしていいですか。いっぱいの人が見てはるわ。いっぱいの人があなたを見ています。今の気持ちをお願いします。いや緊張しますけど頑張ります。緊張しますけど頑張ります。いやね、本番もっと緊張すんで。さあこれで心理的に心を折ろうという作戦なんでしょうか。さっきの人なんてライオンハートでチキンハートやったわ。ライオンハートじゃなくてチキンハートだと、これは早くもレース前に戦いが行われています。さあジュリア君、この始まる前のトークでどこまで心がぐらついたのか頑張ってください。それではセッティング始めてください。赤平さん実況お願いいたします。さあそれではバトル2に参りたいと思います。プレッシャーをかけられたジュリア君なんですけれども、このバトル2に関しましてはこの予選ランキング2位のジュリア君がサーキット、さらにはマシンの選択権を持っています。そしてどうやら選んだコースはシルバーストンのグランプリサーキット。シルバーストンで、ちょっと待って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 、おちゃん走ったシルバーストン、こんなコースちゃうかってもう十何年前やろ俺。シルバーストンをだいぶ回収されております。一応ね、 F1 のテストドライバーやってたんやんか。シルバーストン走ってんけどこんなコースちゃうかってんか。シルバーストン年々変わってますからね。知らんがな、シルバーストン。脇坂さん、まさかの自分の知らないシルバーストンにチャレンジということになります。シルバーストン知ってますけどコース変わってますなこれ。そしてマシンなんですけれども、脇坂さん、はい、BMW ということで、これまた GT300 クラスの方ですけどね、敵チームばっかり選びやがってこれ本当に。谷口選手という脇坂選手のいいライバルの乗っているマシンをジュリア君は選びました。ヨルグミラーになって走ります。今日はヨルグミラーというのはこの BMW の、非常に強いドライバーです。はい、さあそれでは両者まもなく準備が整いそうです。これやばいな。おっと、脇坂さんが本当にやばいなというコメントが出ましたが、はい、バトル2、まずはバトル3で勝った脇坂選手なんですけれども、2連勝となるんでしょうか。両者体勢が整ったようです。それでは参りましょう、バトル2、いよいよスタートです。これ GT3 マシンですね。 GT3 です、こちら。 OK。さあそれではまずはこの試験から始まって、タイムが同じように0から表示されたところからスタートとなります。ちょっと脇坂選手の方はタイムが出ていませんけれども、ポジションで皆さん判断していただければと思います。さあまず先にスタートしそうなのはどうやらジュリア君。さあスタートしていきました。そして脇坂選手もスタート。最終コーナー合わせてます。最終コーナー1コーナーまた1コーナーと1コーナーからジュリア君がちょっとインに膨らんでしまいました。あっと、そしてコントロールを失ってスピン。おい、ジュリア君がスピンしました。さあその間に徐々に脇坂選手が慎重にいっていますが、どうでしょうか脇坂選手、このコースどうですか。今まで走ったのとだいぶ違いますか。ただいま脇坂下見運転中ですわ。あ、下見運転中ということです。ただ脇坂さん、下見運転の間にもジュリア君がどんどん迫ってきています。脇坂練習中ですわこれ。さあそしてジュリア君が今左コーナーを抜けていきました。今脇坂選手との差がジュリア君だいたい1コーナー分といったところでしょうか。だいぶ差あるで、コーナー突っ込め。さあようやくジュリア君が今ブリッジの下を通過。脇坂選手はもうすでに左コーナーを回って今度は U 字カーブに入っています。
だいぶちょっとこれは差が広がってしまったが、ジュリア君なんとか追いかけたいところ。16歳、あーそしてまたしてもコースを外れていってしまいました。その間に脇坂選手どんどんとどんどんと進んでいっています。差が広がりました、差が広がりました。怖い、脇坂選手怖いという口ぶりの割にはだいぶ差が広がっています。シルバーストーンはね、雨が多いんですよ。これレース途中に雨降ってくるかもしれませんよ。これ今日は幸いにも雨がないコンディション、ということになりました。 BMW で走っている脇坂選手、普段はトヨタのエシダー、脇坂コートを外れた。あー脇坂スピン、脇坂がスピンした。さあ大チャンス、大チャンス、ジュリア君大チャンスです。さあこれで並んだ、並んだ。いやちょっと待って、ほぼ両者並んでいます、ほぼ両者並んでいます。これは両者同時のタイムアタック、争っているわけではありません。皆さんちょっと見にくいかもしれませんが、画面で右左見ながらポジションを確認していただければと思います。今ジュリア君が先にブリッジを通過しました。そして脇坂選手が今ブリッジを通過、だいたい2秒3秒ぐらいの差か。さあ脇坂11チャンピオンを何度も取っているこのミスター GT がここから追い上げることができるんでしょうか。なんかハンドルの切り方が下手くそな切り方してるわ俺今日。間もなくフィニッシュラインが見えてきています、間もなくフィニッシュラインが見えてきています。ジュリア君慎重に、ジュリア君慎重に、フィニッシュラインを慎重に通過したいジュリア君です。さあホームストレートです、ホームストレート見えてきた。これはジュリア君が、ジュリア君が先にフィニッシュしそうです。さあジュニア君のタイム出ました、2分25秒930。2分23秒33。よっしゃー、松坂選手2分23秒台だった。はーい、勝ったのは松坂ジュリア。先ほどのスピンは、改めて今のお気持ちをお願いします。よかった正直なところ。さあそして頑張ってくれましたジュリア君、感想をお願いいたします。いや楽しかったです、楽しかったで、この朗らかなコメント。いやね、はい、君は伸びるね、伸びるって。ただね、リアルというのはね、スーパー GT 数万人のお客さんが来るんだよね。家で一人でやらずに、家に数万人のお客さん呼んでゲームして、その緊張感を勉強してまた挑戦にいらっしゃい。はい、ということで家に数万人のお友達を呼んで頑張ってください、ありがとうございました。ジュリア君でした。さあそしていよいよファイナルです。岡さん、ジョースター君、せっかくだからちょっとこっち来てもらっていい？ごめんね、靴脱いだのにね。いやえ、靴脱いだりしてるの？まあ自分の一番やりやすい。いやね、多分家で靴脱いでやってるんですよ。いやさっきね、上がってきた時みんなはね、熱い底の靴履いてるの。はいはい、それ見てね、あこいつら素人やなと僕レーシングシューズ履いてきてますからね。ああ、さすがです。これ底薄いのよ、これアクセルものすごく感じれるように。なるほどね、脱いじゃった。脱ぎましたね。僕より感じるやないの、足の裏を。さあ先ほどからねレースを見ていました、どう思いましたか？いやもう鈴鹿サーキットのタイム見たら勝てるんじゃないかなって思えてきましたね。鈴鹿サーキットのタイムを見ていたら、あれ勝てるんじゃないのかなと。さあ、先ほど聞きました、勝つ自信は。改めて同じ質問をこれより始める前に聞きます。ズバリ岡さん、城下君、この戦い勝つ自信は？あります。頑張ってください。それではお二方スタンバイをお願いします。赤平さん、実況お願いします。さあそれではラストバトルとなります、バトル3。ここのラストバトルに関しましては、コース、マシンともに脇坂選手が選択権を持っています。もうどうしたらもうね、分かりやすいとこ行きます。はい、マッターホルン、マッターホルン。さあマッターホルン、オリジナルコースです。そしてマシンはどうしましょうか？あのね、彼がね知らないようなやつ行こうかな。おと言いますと、シボレー行こうか。シボレー、スティングレー。シボレーの走らし方知ってんのかな。さあこのスティングレーを果たして岡さん、ジョースターは使いこなしたことがあるのかどうか。表情を見る限りでは牧高さん、はい、余裕の表情をしています岡さん、ジョースターです。いや彼はね一番ね掴まない、掴みづらい。なるほど、なんかねものすごく内に秘めたね、自信がありそうで、今までの方とはちょっと違う気がするな。さあその表情が果たして実力なのか、それともブラフなのか。
ちなみに脇坂さん、岡三ジョースター選手は予選でぶっちぎりのトップタイム出していました。でしょうね。非常に速いです。わかります。さあ、あのね、ドライバー同士ですから、レーシングドライバー同士ですから、背中から感じるオーラでわかるんですよ。なるほど。彼は速い。さあ、それではバトルのコースはご覧の通りシンプルなコース、マッターホルンとなっています。あの、ね、景色のいいところを選びましたんで、 ありがとうございます。景色楽しんでいただきながら運転していただければと思います、ね、なんといっても標高 3000m、 ただしアップダウンが非常に激しく、高低差 230m あります。そのあたり注意していただければと思います。さあ、ここまで2連勝の脇坂純一、3連勝となるんでしょうか。バトル3、いよいよスタートです。いやいやね、これ買ってね、これ買ってね、レース業界のためにね、負けてないって言ってね、もう帰るよ。次のレースもね。さあ、それでは間もなくスタートラインを通過、タイマーがスタートしたと同時にいきます。ほぼ同時か。さあ、スタートしていきました。岡三ジョースターがまず先にスタートしていきました。そして脇坂もついていっている。まずは下りながらのブレーキング、ブレーキング、ブレーキング、フルブレーキングから左コーナー、左コーナー、そしてここからは登っていきます。登っていきます。岡三ジョースター早いぞ。これは岡三ジョースター早いぞ。この実況が俺のプレッシャーになるわ。さあ、そしてしかし脇坂選手もちゃんとついていっている。いや、むしろ今度は脇坂は前か。いや、ほぼ同時、ほぼ同時、ほぼ同時でコーナーを回っていきます。そして上り上り、ここから上りです。マッターホルンを望みながら、このヨーロッパアルプスの名峰マッターホルンを望みながらのコースとなっています。ここでフルブレーキングから左コーナー、岡三ジョースターが巧みに操る。脇坂がちょっとブレーキング強かったか。そして岡三ジョースター今度は下りに入っています。岡三ジョースター下りに入っている。岡三ジョースターがどうやらわずかに前か。岡三ジョースターがわずかに前。そしてここからは一気に下っていって、直角に右コーナー、直角に右コーナーが待っています。岡三ジョースターフルブレーキング、そしてゆっくりと回っていく。そして脇坂純一もゆっくりと回っていく。今度は左です。今度は左、下りながらの左コーナー、非常に難しいコーナーとなっている。そしてここを抜けたらフィニッシュライン、ここを抜けたらフィニッシュライン。岡三ジョースタータイムはどうか。岡三ジョースタータイムはどうか。1分13秒134。そして脇坂純一、脇坂純一がどうか。1分13秒。脇坂純一敗れました。脇坂純一敗れました。勝ったのは岡三ジョースター。さあ、ということで皆さん大きな拍手をお願いします。勝者、岡三ジョースター。いやー、見事勝ちました。では岡三ジョースター君、靴を履いてちょっとね、皆さんの前に出てきてもらっていいですか。